てててててはい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、ウイスキーですね。クレイモアです。これスコッチウイスキーですね。うん。容量が 750ml。そしてこちら、なんと、珍しく、アルコール度数が 43%。ね、3% 高かったんで、おっと思ってね、買いました。値段が1000円切ってましたね。税抜きで。税抜き価格で980円ぐらいだったかな。でしたね。うん、まあ、度数がね、40度じゃないウイスキーっていうのはなかなかなくてですね。多分、この価格帯ではこれがしかないんじゃないかな。スコッチウイスキーだとね。うん、スコッチウイスキーで、ジャパニーズウイスキーだとよくあるんですけど、スコッチウイスキーだとなかなか、やっぱりスコッチウイスキーっていうのは、なかなかね、度数を、何なのか知らないけどね。やっぱり法律とかが、イギリスの法律とかがあるみたいですね。スコッチウイスキー法とかで。それでなんか決められてて、とかじゃない？わかんない。それ乾杯。うん。ああ。これは、スコッチらしい。あの、インバーハウスとかと、同じタイプの、うん、スコッチなんですが、やはり度数が高いことによって、だいぶ、口の中がピリピリとします。うん。うん。うん。まあ、クレイモア。っていうのは地雷っていう意味かな？わかんないけど。うん。これは結構、あの、甘さは強いですね。強いっちゃ強いんですけど、ただ、かなり、アルコールの、ね、カーッと熱くなる。うん。うん。うん。って感じですかね。うん。あ、クレイモアってのは、どうやらこのラベルの剣らしいですね。両手持ちのソード。で、もともとは両手持ちのソードだったんですが、なんか片手持ちの剣に時代が変わることになったと。これは、全体的に、あの、なんか、重いですね。味が。うん。重いっていうか、なんていうかな。やっぱかなり、あの、アルコール度数がすごく効いてて、
ものすごい刺激が来るのと、あとは甘さが結構強いですね。うん。ただし、甘いからといって飲みやすいというほどでもなく、やっぱりアルコール臭がかなりするんで、そういう意味ではかなり、味がね、かなりスパイシーにね、感じられますね。これはハイボールに合うんじゃない？やっぱり。うん。これはハイボール向けだね。多分。うん。ここまでかなり、あれだと、スパイシーだとね、これなかなか、まあ、やっぱり度数高いっていうのがかなりでかいですね。うん。うん。やっぱりこの価格帯でいくと、スコッチウイスキーはやっぱり、カティサークが、上位ですね、俺の中だとね。あと、あれか。ティーチャーズ。ティーチャーズ先生が美味しいかな。うん。ティーチャーズはだいぶ、スコッチ、とは別物のね、雰囲気を、の味がするんで、かなり、珍しいですね。うん。こういうなんかスパイシーじゃなくて、結構甘くて、うん。変わった味のする、ウイスキーですね。一般的にね、スコッチって言うとね、俺がね、もう味でね、もう大体、もう、これがスコッチだなっていうのが、大体ホワイトホース、とかインバーハウスのあたりです。この二つ。ぐらいがもう完全にスコッチだなっていう。もうスコッチという、味の真ん中、ど真ん中を行く。スコッチ。ですね。でね、今日ね、J&B レア社、違う、レアか。っていうウイスキー、まあ、スコッチのね。これも飲みたくて、どっちにしようかなと思ったんですけど。まあ、やっぱりこっち買っちゃいました。正直なところ、で、ちょっと失敗かなと。関係ないですが、じゃん。こちら。温泉水99。買ってまいりました。これ何かというと、ただの水です。ただの水ではないんですが、これは温泉の水ですね。いわゆる。これが非常にアルカリ、いわゆる塩素系で、塩基系、アルカリの、度数が高く、うん、アルカリ、いわゆる水の酸性とアルカリ性の、だからアルカリ性が非常に強いと、pH 値が 9.5 から 9.9 と、ね、9.5 から 9.9、まあ一般的に水中性がね、7.0 なんで、上に行けば行くほどアルカリ、下に行けば行くほど酸性となってます。ね、こちらですね。モノセレクション金賞とかね。いろいろ、これで2ちゃんでね、これがね、これとウイスキー混ぜて飲んだらうまいよって言われて飲んだんですけど、あとこれ軟水なんですよね。うん。軟水。でね、ただの軟水じゃなくて、超激軟水なんですよ。これがですね、一般的な軟水が、だいたい、そこらで売られてるのは30、1リットルあたり 30mg、高度がね、
30mg なんですが、これたったの2度。どころか、1.7mg です。うん。だから普通の軟水のさらに、あのね、15倍ぐらい軟水っていう。よくわかんないけどね。そんな感じです。ですが結構高いです。これ2リットルで300円ぐらいしたかな。まあ、ちょっと試しに買ってみたんですけど。天然アルカリ温水。鹿児島のなんとか温泉。でね、これがね、ウイスキーを割って飲むとうまいという話を聞いてですね、飲んでみたんですが、なんと、結構うまい。確かに。ただ、まあ、って感じかな。いろいろ分かったこととして、結構俺も水とかいろいろ買ってまして、うん。まあ、ウイスキー飲むんで、いろいろ水割りとかでね、飲みますからね。ウイスキーの水、天然水とかいろいろ、まあ、買ってて、で、まあ、結構ブログっていうか、そこら辺のね、ネットでもあるんですけど、基本的にね、スコッチウイスキーに関して言うと、硬度が、まあ、軟水よりか硬水の方がうまいと、いうことが大体わかりました。うん。でね、これがね、この温泉水99。これで割って飲むとね、もうね、すっごいですよ、これ。結構びっくりする。うん。今までこれ43度のこれ。めっちゃピリピリしてたでしょ？でしょっていうか、まあしてたんですけど。これ入れて飲むとね、もうものすごいです。もう超まろやかになる。うん。もうこれでもかというぐらい、口の中が、なんか、柔らかな水がね、柔らかな口当たりにね、もう、なりますよ、これ。これはすごい。でね、俺が実験として、日課のフロムザバレル、アルコール度数50度のやつね。で、割って飲んでもね、もう、ものすごいです。もう特に、これよかすごい。うん。これよかすっごい軟水になる。もうすごい。多分ジャパニーズウイスキーと結局軟水ってのは合うんですよ。うん。逆にスコッチは硬水が合うんですね。これは。うん。でね、なんていうかな。それなぜかっていうと、基本的にこの、スコットランドで、このウイスキーが作られてるわけですけど、結局この水、このスコットランドの、いわゆる仕込み水が何で作られてるかっていうと、基本的に、そっちの、スコットランドのあたりの山の水で作られてるんですけど、基本的にそちらの山の水っていうのは、硬度が高いんですね。硬水なんです。日本の水と違って外国の水、まあ外国というかまあ主にスコットランドのあたりは非常に硬度が高い水で仕込まれているので、これ自体がもう硬水みたいなもんなんです。硬水で作られているウイスキー。うん。逆に日本のウイスキーっていうのは日本の山で採れた水を使っているので、基本的に日本の山で作られ、ま、は、基本的には、ね、軟水が多いので、ま、軟水と。だから軟水と軟水は混ざりやすい。よって、合うと。硬水と硬水も混ざりやすいから合うと。いう感じで結論がつけられます。うん。うん。これすごいんですね。うん。なかなかこれは、なかなか、すごいですけど、まあ俺もいいかな、これは。買わなくて。うん。うん。普通にいいや。うん、高いから。高いから買わなくていいわ。うん。
確かね、そんなこんなことが、どっかで書いてありましたね。うん。まあ、いわゆる、日本と、ね、外国の、仕込み水の違いってことですね。うん。まあ、こちらね、あと、俺が、ちょっと、勘違いというかね、pH の値が、まあ、アルカリ、これ結構アルカリ性なんですけど、アルカリ性イコール苦いとかではないかなとずっと思ってたんですけど、酸性は酸っぱいでしょ。だからアルカリ性は苦いのかな。いや、はたまた何なのかわかんないけど、酸っぱいの反対の味がするはずと思っていたんですが、全然そんなことはなく普通の水です。うん、苦味とかは別にないですね。うん。普通の軟水。硬水は確かに、すごいんですけどね。カルシウムの味みたいな。ね。するでしょ。コントレックスとか。あんまり、嫌いなんですけどね。硬水はね、嫌いなんですけど。コントレックスとかね、まあ普通に売られてますけど、むちゃくちゃ高いですからね。あれ超香水ですからね。あれは、やばいっすよ。うん。で、先ほどスコッチウイスキーはすべて、まあ基本的には香水で作られているという話をしましたが、実は、その常識を覆す軟水で作られているものがあります。それは何か？ね。ということなんですが、何なんだっけ？多分、カティサーク。カッティサークだったっけ？あれ？違うな。あれ？カッティサークじゃない。あ、逆だ。間違えた。今の言ったこと忘れてください。ああ。うん。嘘です。すべて嘘です。あれ？基本的に、でもスコッチウイスキーって香水で作られてるんじゃないのか。うん。仕込み水とは、ウイスキーを作るときに使用する水のことで、麦を発酵させる、いや、発芽させる際や、糖化。こう、加水などの工程で使われる。この水はそれぞれ蒸留所、この水はそれぞれの蒸留所周辺から採水されていて、当然硬度が各々との異なり、完成したウイスキーの味への影響も少なくないと。さっきも言ったが、日本は軟水、ヨーロッパやアメリカは硬水が多いことから、日本のウイスキーは軟水仕込み、欧米のウイスキーは硬水仕込みとなる。かっこ、スコッチは軟水仕込みもありと。これなんだ？スコッチは軟水仕込み。スコッチ。スコッチで軟水のやつってなんだ？あ、書いてあったな。軟水は、マッカラン。クラガンモア。
とからしいです。別にそんなことはなかった。まあいろいろあるみたいですね。一般的に言うと軟水仕込みのウイスキーはまろやかで軽やか。硬水仕込みは個性的で印象の強いことが多いと。これはね、ぶっちゃけた話、俺硬水を飲むとね、俺以前、硬水をね、もうよくわかんないんですけど、なんか、俺もよくわかんないんだけど、硬水のせいなのかな？わかんない。うん。だけど、ウイスキーを、いろいろ、水割りで飲んでたんですけど、硬水の。でね、まあ、当たり前の話なんですけど、硬水って、結構ミネラルとかが、非常に含まれてて、で、それによって、まあ、いわゆる、便通が良くなるんですね。うん。そのせいか何なのか知らないですけど、1日に、5回ぐらいね、トイレに行きましたね。あれ一体何だったのか、ね。びっくりしたんですけど。うん。よくわからない。うん。あ、そうそう。で、一般的にね、日本で売られている、ね、水、軟水ですけどね。南アルプスの天然水。これサントリーの南アルプスの天然水ですね。これは、どこでも売ってますけど、硬度が30。うん。これぐらいでしょ、普通は。うん。でね、エビアンとかは硬度が291。で、これでもすげえ高いなと思うんですけど、ものすごく高いのが、コントレックスとかね。になると1000超えますからね。1700うんちゃらとか、いう感じだと思いますけど。まあ、ウイスキーって言うとね、やっぱり、チェーサーっていう、話になってくるんですけど、ウイスキーを飲んで、ストレートにね、飲んで一回口をリフレッシュするために、チェーサーって言って、まあ、水とか氷水ですね。飲むんですけど、それで、結構、ウイスキーと水、まあ、いわゆる天然水ですね。はね、うん。なかなか、切っても切り離せない関係になってまして。俺も、ウイスキーを飲み始めてから、だいぶ、水にはね、こだわるようになって、してますね。少なくとも、氷、俺がいつも、まあ、カクテルとか、飲むとき、使ってる氷は、全部、自分で、天然水、そこら辺で買った、ね、軟水の天然水を凍らせて作った、まあ、氷を使ってます。まあ、今までね、まあ、普通に買って、氷自体ロックアイスをね、買ってたんですけど、なんかね、まあ、早い話、ちょっと高いんですよね。ぶっちゃけた話、2リットルの水がね、70円ぐらいで売ってるこのご時世ですから、そっちで作った方がはるかに安いんですよね。うん。っていうことを、ちょっと、考えて、まあ、そんなこんなで、自分で氷は自作することにしました。うん、まあ、その方がなんだかんだ言ってなんか、ね。もう何で作った氷かっていうのが、まあ、わかる、一目瞭然ですから。ね。結局安心というか、ね。あ、これ軟水で作った氷だから、あれだわ、みたいな。なんか、あるじゃん。軟水で作った氷か、だって普通のさ、ロックアイスってさ、軟水か硬水かなんて書いてないわけでしょ。うん。ね、pH あたりも書いてないわけだ。でも、
自分で作るんだったら、これは軟水なのか硬水なのか、どれで作ったか、どの水で作ったか、さらに、pH の値までわかる。あ、これで作ったら、これ、あれ、スコッチに合う。ね。これ、硬水で作ったから、スコッチにロックで飲むのに結構、うまいかもな、とか。ね。いろいろ考えられるわけです。なかなかいいです。まあ、それはまあ、あれですけど。基本的にね、香水はね、普通にストレートで飲むとまずい。間違いなく。確実にまずい。もうね、なんかカルシウムの味ってこういう味なんだな、っていう味がする。ね。ただし、うん。割って飲む分だと、うまくなる場合もあるんですよね。さっき言ったスコッチ。スコッチウイスキーをね、香水で割ると結構美味しくなります。俺の中だと。もともとスコッチ自体が結構スパイシーなんで、スパイシーなのとスパイシーな水っていうか、個性的な水を合わせることによって結構ね、おーって。そのスパイシーさを失わずに、失ってない、うん。ものが飲めると。まあ、逆に言うとね、まあ、いわゆるまろやかなのを飲みたい場合は、やっぱり、軟水で割った方がいいんですよね。どんな場合でも。ただ、ちょっと、面白くねえからっていう人は、ちょっと面白みを感じたいとき、やっぱり、硬水で飲むと非常に美味しい。うん、まあ、香水といってもね、なかなかね、様々な、とりあえず高いやつを買っとけばいいとかいう問題じゃなくてですね。うん。香水。てか、軟水よりはるかに香水が高いです。もうとにかく高い。値段が3倍か4倍ぐらいしますね。うん。普通のやつがね、安売り2リットル。2リットル70円ぐらいで売ってるな。スーパーでね。に対して、2リットル、うん、200円ぐらいで売ってる。のがだいたい、そんな感じ。それでも、割と安いなっていう香水。コントレックスはとにかく高いです。とにかくっていうか。あとゲロルシュタイナーとかね。うん。高い。ので、俺はここら辺は買わないです。ぶっちゃけコントレックスタンは、今見ましたが、コードが、1468。先ほど言った、サントリーの天然水が30。ですから、もう、30と1468ですからね。もう、はるかに違う。一般的にね、エビアンあたりがちょうどいいかな。俺は。エビアン。ここら辺ぐらい。コードが304。まあ、サントリーの天然水の10倍です。うん。これぐらいがちょうどいいかなと、俺は思います。あと、まあ、知ってる人、まあね、わざわざ言うのもあれですけど、まあ、あと、pH。ね、アルカリ性の水なのか、酸性の水なのか。まあ、基本的に水、天然水っていうのは、酸性で売られて、売ってるのはなかなかないというか、俺知らない。うん、ですが、手軽に、買える、アルカリ性の、
まあ、中性がもう一般的なんですけど、手軽に買えるアルカリ性の水といったら、もうこれしかない。アルカリイオンの水ですよ。キリン。キリンアルカリイオンの水。こちらも安い。普通に7、70円、80円ぐらいで買える。それでいて、pH がなんと 9.4。こちら先ほど言いましたが、pH、9.5 から 9.9 となってます。アルカリイオンの水も、まあ若干のあれがあるんですけど、幅があるんですが、アルカリイオンの水がね、ちょっと今ググってみましょう。アルカリイオンの水。pH 値 8.8 から 9.4 ですね。一般的に 7.0 が基本です。うん。基本的に 7.0。まあ、中性ですね。ど真ん中の中性。そしてこちら、高度が59。なので、まあ、これも、まあ、サントリーのアルカリ、サントリーの、天然水が30ですから、まあ、それの2倍ぐらいとなっていて、普通に軟水で問題なく、美味しいです。こちらが、うん。うん。まあ、ぶっちゃけた話、まあ、基本的に、こちらはね、どこでも売ってるっちゃ売ってますからね。まあ、アルカリ性だからなんだという話なんですけど、俺にはちょっと、アルカリ性だからどういう味がするとか、まあね、ちょっと個人的に全くわからなかったんで、中性とアルカリ性でもう全くわからないという、もう味がどう違うのかが全くわからなかったですけどね。こちらですね、富士山の伏流水。で作られてるようです。アルカリイオンの水はね。基本的にキリンって富士山のイメージが俺はあります。キリンといえば、ウイスキーの、ね、富士山ロック。富士山ロックといえば富士五殿蒸留所。ね、こちらも、静岡県の五殿蒸し。静岡県五殿蒸し。っていうところの富士山の伏流水で作られてるみたいですね。うん。富士山。ね。まあ富士山、だからなんだって話なんですけど、まあ、まあ別に。富士山だからなんだっていう話ですけど、まあ、キリンといえばもう俺の中で、富士山だなーって。富士山麓のイメージが非常に強い。ですね。うん。うん。うん。あ、やっぱりこれ、ストレート飲むとだいぶ、ピシーンとくるね。スパイシーというか、あれだ。辛い。辛いっていうか、まあ、辛いね。うん。まあでも、ね、そんなこんなんでね、今回は、まあいろいろ紹介しましたが、水に関してもね。まあ、軟水だったらもう非常にクソ安く、70円ぐらいで買えますからね。うん。ウイスキーは基本的に、まあ、
まあ、軟水で飲んでみて面白くない場合はやっぱり硬水で行って、みたいな感じですかね。まあ基本的には日本のジャパニーズウイスキーは軟水。スコッチウイスキーとかアメリカンウイスキーは硬水で飲むと美味しいと俺は思います。まあ実際ちょっとね、いろいろ飲んでみてるのもなかなか面白いものだと思います。ね、そこら辺もこだわってみるのも面白いと思います。それでは、今回クレイモアちゃんが、これ結構甘かったですね。ただ甘みが、まあ、甘みが感じるは感じるんだけど、それ以上に、アルコール臭が、アルコールの香りが、とか、スパイシーさが、口の中をプヒャーっとこう、トゲを刺すように来るので、あんまりよくわからない。まあでも甘いですね、これは。スコッチウイスキーでは珍しく、甘いウイスキー。珍しくって言ってもまあ、ね。まあ俺が、格としているスコッチウイスキーの、ホワイトホースに比べるとはるかに甘いです。国産の甘み4の、香り4の、おすすめ3ですね。これは、3。これは買わなくても別に良かったかなと、いった感じです。特に、これといったほど特徴も、まあ、あるはあるんだけど、別に、それが俺が求めてる特徴でもなかったので、そんなに、ね、辛いウイスキーはあんまり好きじゃないのでね、まあ、ということで、ご視聴ありがとうございました。